今日はね、久しぶりに散歩しております。なんか最近ね、近況報告としては忙しくてね、子供がヘルパンギーナにかかりましてですね、ま、夏風邪の一種なんですけどもね、口内炎が多発して熱が出るっていうね、そういう病気発症してましてですね、感染症なんですけども、こちらね、看病休暇取ったり、看病休暇になるのかな、まあ一応僕の平日休みの日にちょうどかかってくれてですね、まあ、平日休みどこか撮影行こうかなと思ってたんですけども、結局行けず子供の看病ということで撮影滞っててましてですね、やっと今時間ができて撮影しているような状況ですね。よいしょ。最近ねちょっとドラクエウォークにハマりまして、今やっているとこなんですけどもね、行きましょう。はい、ドラクエウォーク、皆さんやってますか、ドラクエウォーク。なんか懐かしいなと思って、ドラクエ、まあポケモン GO のドラクエ版っていう感じなんですけども、なんか音楽がね、 BGM がね、ドラクエ1の BGM なんですよ。フィールドのミュージックがね、あれ懐かしくてね、僕らが本当に小学校 1,2 年ぐらいの時に流行ったドラクエ1のですね BGM なので、結構うわ懐かしいなってことでちょっとやってます。だから、ね、ファミコンの歴史が僕たち42、3歳の歴史という感じですかね、ゲームの歴史というかですね、あれなんですよね、ドット絵から今の 3DCG までの進化がちょうど僕たちの、成長過程であるということで、ね、ゲームの進化を一緒にたどってきたという、まあ、レアな世代になるわけなんですけどもね、まあ、そのスタート地点というかですね、ドラクエが僕にとっての始まりだったのかなという感じがしてますね。懐かしいなと思って、これどうしたらいいのかな、結構いろいろ歩いて街に行ったりとかして、アイテム集めていったりするのかな、なんか GPS がうまく働いてなくってロイロイしてるんですけども、田舎あるあるだと思うんですけどね、都会に比べるとね、ポケモン GO とかもモンスターのね比率がすごく低くて、地域格差感じるみたいなねよくあるんですけども、スライムしか出てませんけど大丈夫なんでしょうか。よいしょ、まあ、こんなんで行くわけなんでしょうか。まだ始めたばっかりなんでね、どういう風にして進めていいのかもわかんないんだけど、とりあえず出てくる敵をバッタバッタ倒している感じですかね。なんかポケストップみたいな感じで、なポイントがあってそこまで行って、自分で街を決めれてですね、その街まで行って旅するみたいな感じなので、実際に本当にドラクエの旅してるような感じでしょうかね。この辺か、毒の沼のみたいなことで、周り本当にドラクエのフィールドマップみたいな感じになってますけどもね。暑いな、まだまだ暑いです。散歩動画撮ったのいつぐらいかな、八幡さんのお祭り前とかだから1週間2週10日ぐらい空いてんのかな、8月の、10日は言い過ぎかな、10日ぐらいかもしれないね、散歩動画撮れるのはね。この動画が公開されるのはいつぐらいになるのかちょっと分かんないんですけども、あと何点か撮りたい、案件もありますので、そちらも今日は撮りつつですね、撮影日より撮影してみたいなというふうに思ってるんですけどね。そうそう、やっぱ熱暴走ね、やっぱこうやって歩くときに、ちょうど8月、10月、9月中旬これ歩いてね、熱暴走1回止まりましたけどもね、今回も止まらなければいいなという感じなんですけど、とうとうヒーロー8の、ティザー広告が GoPro のホームページ で公開されましたね。いやー楽しみですね。とうとう、記事によりますと10月の1日に何かが発表されるよとい
ようなね、GoPro のホームページでのティザー広告になっておりましたけども、10月1日といえばですね、あと1週間もないわけなんですけども、10月の1日に発表されて、そこから発売日が決まるのかなという感じで、早く手に入れたいなという感じ。本当にソニーの α6600 と同時期ぐらいの発売日になるんじゃないかなって想像してるんですけどもね、10月1日に公開されて、で予約開始になって1ヶ月後に届くみたいな風に思っておりますですので、まあ11月かなり10月11月あたりは、楽しみな、時期になりましてね、ワクワクしてますね。それこそドラクエ3を予約して買いに行ったワクワク感が今ここにあるわけなんですけどもね、どうでしょうか。もうヒーロー8を待たずに、ヒーロー7、安くなったヒーロー7買ってもいいんだけどね、もうええわ、こんな感じでドラクエしながら歩こうかなと思ったんですけど、もういいかと思ってなんか歩く方がいいなと思って、周りの景色見ながら、なので、オズモポケットとかもかなり安くなってるしね、オズモアクションも結構安くなってるんで、結構買いやすい、ね、値段設定になってますよね、こういうアクションカムラってね。意外にね、これ天気のいい日はね、案外 GoPro みたいなセンサーサイズが小さなカメラでも十分撮影できるんでね、Vlog カメラ、ビデオブログカメラとしてはですね、割と屋外での撮影は GoPro だけでもいいんじゃないかなという気もしてるんですけどもね、やっぱりシャッタースピードが GoPro 速くなりやすいので、屋外ではパラパラ感がね、どうしてもねありますよね。だいたいこうシャッタースピード60分の1優雅でね、固定して撮るのがまあ一般的な動画撮影のようですけども、やっぱりこう GoPro とかになってくると絞りの値とかですね、なかなか変更できないので、シャッタースピードで明るさを調節するというわけなんですけども、ですので屋外でシャッタースピードを調節するとなったらですね、60分の1ね、1秒間に60回をパパパパパッと切っていくようなコマ数が一番いいということなんですけども、GoPro とかになったら何分ぐらいになるのかな、600分の1とか1000分の1とか、ものすごい速さでシャッターが切られるので、かなりパラパラ感があるという感じですね。残像がないといけないんですって、動画って。残像がね、残像がない状態なんですよね今ね。なので、違和感があると、ね、いうことなんですけども、まあこれも GoPro のカメラの撮影したという、まあ、いわゆる味になるのかなという感じもするんですけどもね。あ、この辺すごい、あれ見てみて、この間ね、ショベルカーでガチャ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 やってたんですけど、うわこっちもう全く何もなくなったね。すごいよ、焼け野原みたいになっちゃう。もうこっちね全然入れんぐらいね、木が生い茂ってですね、川の風景全然見えなかったんですけど、うわすごいね、あっちまで全部やってくれちゃうね。こんな地形やったかいね、全然わからんかったねえ。自然の力ってすごいですね。もう人が入れんぐらい、木が生い茂るんですね。うわこっちにこう細い川があるんやね、こっち側にね。あ、細い川というか、まあ、なんていうかやろ、分岐というかね、通があるんやね中にね。そんなになっちゃうかか、結構足元抜かるんじゃ、OK、あんまり中入られんな。あ、ここにあれ、ここにこういう溝があったんやね、知らんかった。ここに溝があるんやね、知らなかったわ。
どこに繋がっちゃうかこの溝は。あの向こうからかな。草むら入ると蛇に噛まれるわ。ねえ、この辺も、昔は田んぼがいっぱいあったんですけどもね、中川家の漫才によくありますよね。中川家のあれ弟さんかな、太った方がね、あのおかんのモノマネーがでね、ほんとはこっから全部飛んべったぞって言われて、あのよくネタとしてあるんですけど、いやほんまにね、あの この辺全部田んぼやったんやなっていう感じなんですけどもね、この辺りはね、そんなんで、何になるんでしょうね、ここはね。なんか整備されてなんか公園にでもなったらいいけどね。まあ台風来たらすぐにこの辺水に浸かるので何も立つというわけではないんでしょうけどもね。だから時々ね、自転車の方で撮影している宇山地区っていうのがあるんですけどね、あの宇山地区もほとんどあの辺は田んぼやったということですね。30年40年ぐらいにかけてちょっとずつ町が出来上がってきたということのようですね。本当に中川家のお母さんって感じですね。ああそうか、ここも、あこっち行ってみようか、ここもそうか。ほいであの分かれた川があっちの方につながるわけね。ああなるほどなるほど。へえ、やっぱりね、あのぐらいあの生い茂っちゃったら重機じゃないとね、もう人間の力じゃ絶対無理よね。あ、ここにこんな中があるがやね。あ、ここはたまり長やね。ここにこう溝があってずっと向こうまで流れてんのかなと思ったんやけど、ここはそうでもないんやね。あ、つながってないがやね。あ、なるほどなるほど。へえ、そっか。なんかね、通勤しながらね撮影するっていうのが、半年ぐらい前のスタイルだったんですけど、最近は本当に子供のね送り迎えでなかなか時間が取れなくてね、あの全然撮れてないんですけどもね、また撮り始めたいなと思うんですけどね。まあ同じ風景が続くんですけど、なんか日々のなんか考えてることとかを、表出するというかね、頭のごちゃごちゃしたものを、話して外へ放り出すっていうアウトプットっていうかね、そういう作業が意外にこう頭の考えをまとめるというかですね、いい機会になったり、それからまあ朝ね散歩しながら、取り留めのないことを話すだけでもこう目が覚めるというかね、前頭葉が刺激される、そんな感じがしてですね、結構僕の中で好きなんですけどね、歩きながら喋るっていうね。だからあれですよ、健康法にいいんじゃない、散歩動画健康法みたいな感じで、ただ独り言喋るじゃなくて誰かに聞いてもらうというような立場で、独り語りしながら歩くっていうことの、健康、足腰も鍛えれて、前頭葉刺激されてボケ防止になるみたいなね、そういう健康法提唱してもいいのかもしれないですね。だから散歩をね最近されてる方すごい多いんですけど、散歩歩くだけじゃなくてこう景色見ながら歩くとか、それから、友達と一緒に話しながら、歩くっていうのが相乗効果でいいんでしょうね。そんな感じがしますけども、どうしてもねカメラ遠くになっちゃうんですよね。カメラトークになりがちなんで僕の話はなんちゃってカメラトークね、ガチじゃないやつね。なのでできるだけそういうマニアックな話は控えたいなと思いつつ、
思っているわけなんですけどもね、暑いわ。しかし四万十市はまだまだね、夏の残暑厳しい感じです。朝晩はね割と涼しかったんですけど、日が昇ってくるにつれてやっぱり、ガンガン日が当たってます。熱暴走しますね。まあ、そんなんで、ND フィルターをねレビューしてみようかなと思って。マニアックやね。ねえ、カメラでね、さっき言ったようにその明るさの調節するときに、明るさの調節するファクターとしてね、ISO 感度っていうのと ISO っていうね、 ISO 感度ね、それからシャッタースピード、それから、絞り、この3つで明るさを調整するわけなんですけどもね、暗いとこやったらですね、シャッタースピードを落として絞りを開いて ISO 感度を上げると光の量が多く入ってくるという感じなんですね。明るいとこが結構難しくて、白飛びってね、真っ白になって全然見えないみたいな、眩しすぎて、だから光の量を上手に調節しないといけないね。なのでできるだけ光の量を入ってくる道を小さくすると、そういう意味でシャッタースピードをパパ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 と速いシャッタースピードで光を遮るのが一つと、絞りのあたりね、絞りを絞っていくと光の量が少なくなってくるということですね。たださっきも言ったように動画を撮るときはシャッタースピードは60分の1が推奨されているわけなんですけども、そうなってくると絞りだけで調整しないといけないんですね。でこの絞りっていうのはその明るさの調節の他にピントの背景ボケ、それからどこにピントを当てるかっていう、そういう要素も2つありましてですね、例えば一眼のカメラでね動画を撮るときなんかは、例えばですよ、ここにこうピントを合わせたいとね、で絞りの値を開放にするとですね、ピントが合う幅がすごく狭まるんですよ、こうね。でここだけピントが合うて背景がボケるみたいな、背景ボケってよくあの一眼レフで撮る動画でよくありますよね。あの綺麗に撮れるじゃないですか、あの被写体だけにピントがパーンと合うて後ろの背景綺麗にボケて、すごくそこだけ強調されるみたいなね、そういう画をね、どうしてもやっぱ一眼のカメラで動画を撮るっていう時はやっぱりその背景ボケを生かして撮りたいっていう人が多いんですよね。そうなってくるとさっき言ったように絞りの値を開放にしないと、あのピントが全部に合っちゃうんですね。あの絞りの値を絞ってしまうとピントの合う幅がねどん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 広がるんですよ。だからその人こう写した背景も一緒にピントが合ってしまうみたいなね、あの GoPro なんかそうなんですよね。絞りの値すごくちっちゃいので F10 ぐらいじゃないかな、11とかじゃないかな、ここ合わせてもさ背景にもピントが合うちゃってよ、全部にピントが合うちゃうね。結構これデジカメ、あのコンパクトデジカメね、コンデジとかよくありますよね。全部にピントが合って、なんかのっぺりとした iPhone とかもそうよね、のっぺりとしたなんかメリハリのない画像というか、まあそれの良さもあるんですけど、まあ、そういったできるだけ背景をぼかしたいって時に、どうしても明るいところだとね、シャッタースピード60分の1でしょ、で絞りの値を開放にするともう真っ白になって白飛びしてしまうと、そういう時に登場するのがやっとここに出てきた ND フィルターなんですよね。 ND フィルターって要するにサングラスですよ。先ほどのように光の調整する時に ISO 感度でしょ、シャッタースピード、絞り、これに合わせて ND フィルター、この4つの目の要素を付け加えることによって、先ほどの絞りの値を開放して後ろの背景をぼかしつつシャッタースピード60分の1にして屋外で撮影するときはこの ND フィルターがどうしても必要だということなんですね。そのレビューをしてみようかなと長い話が要するにあの屋外で撮影するときに、例えば飯食べに行くいうときに屋外でお店の風景バーンって撮っちゃってね、ええ感じの、背景ぼけしつついい感じのね、動画を撮りつつ、それで中で入ってきて飯を食うみたいな時に、どうしても外で撮影する時にね明るさの調整をねすると
というような商品になってきますね。 ND フィルターも2つあって、あのサングラスの度がね、暗さね、これがもう固定されちゃうやつね、ものもあれば、こうニュニューってこの ND フィルターって1枚のガラスなんですけど、ガラスにもう1枚くっついちゃって、これを動かすことによって明るさの調節ができるんですよ。また GoPro がいつも通り熱暴走しましたんで一回止めて、今度はあの U ターンします。風を受けながら帰ろうかなと思います。そんなのでね、やってますね。いや結構ねイベントとかね行ってみたいんですけどもね、あのやっぱり土日にイベントが開催されたりするでしょ、なんかなんとか祭り、なんとかフェアね、あのああいうのって行ってみたいんだけど、やっぱ子供をどうしても土日は、まあ、こもりせんといかんくってですね、なかなか子供連れて撮影のはなかなか難しくてね、結局嫁さんに負担になっちゃうんで、できるだけ土日の撮影はね今避けてますね。やっぱ子守に当ててますね、家族の時間にね。まあ、こんな感じで、まあ平日休みとかね、保育園の先生には悪いけども、まあ、子供を保育園の方に預かってもらってね、まあ、自分の時間取ってるような状況ですね。なのでね、イベントになかなか参加できないっていうのが僕の今の、ジレンマというかね、問題点になってるのかなという感じですね。どうしてもね、旗を中心にこういろんな旗のイベントとかね、旗の情報を発信したいなと思いつつも、なかなかその例えばさっきこの前の、八幡さんのお祭りとかね、もう絶好の撮影のスポットおよびね、イベントなんですけども、そこも仕事とかで撮影できなかったとね。やっぱ日曜日も仕事だったりするんで、不定期なんでね、休みがね、まあ、おかげで平日休みがもらえるんですけど、まあ日曜日休みの時はこもり、日曜日も仕事になっているというようなこともあって、なかなか土日のイベントが参加できないというようなね、そんなことですね。あ、そうだ、いろいろね、あのチャンネル登録のしてくれた方が増えまして、180人になりまして、ありがとうございます。いえ、180人、嬉しいな。なんかね、ツイッターで、告知させてもらってですね、いいねとかもらったりしつつですね、あのチャンネル見てもらおうってですね、愛き旅180名になりました、ありがとうございました、末永くよろしくお願いします。チャンネル登録こうしたらいいよみたいな動画もね、冒頭に入れつつですね、やっておりますよろしくお願いいたします。そんな中ですね、この間見のこし海岸、あれは足摺の、辰越海岸になるようですけども、見のこしあるいは海底館ね、あの辺を撮影して、ですね、これも動画に上げてですね、ツイッターの方に報告しましたところ、ツイッターの方からですね、観光協会でしょうか、観光されてる、あの観光をテーマに、情報発信されている、あれ誰さんだったかな、辰越の方でやられてる方からですね、撮影ありがとうございましたというふうにね、コメントが来ておりまして、ありがとうございました。今度はあのグラスボートを乗らせてもらいますみたいなことをね、返信させていただきました。ね、なので、がっちりですね、あ、辰越海中観光株式会社さんね、辰越海中観光株式会社、辰越グラスボート、グラスボートの会社のアカウントの方からダイレクトメッセージいただいておりまして、ありがとうございました。あの動画見させてもらいましたとね、あの、ぜひ動画撮影のご教授もよろしくお願いします。いや、ご教授できるほどのものではございませんので、はい、そんなところでございますね。まあ、いわゆる辰越海岸ね、僕が撮ったのが、あの見のこし海岸というふうな撮影の紹介させてもらったんですけど、実はあそこ、まあ、いわゆる辰越海岸ということのようでしてですね、いいねいただきまして、コメントいただきまして、誠にありがとうございました、ご指摘ありがとうございましたということで、今度またあのグラスボートを乗らせていただきますので、よろしくお願いいたします。
アポなしでいいよね、アポなしでいいよねアポ取ったりしていくとまたあのなんかオフィシャルみたいな感じになるので、まああの個人的な撮影ということなので、はい、またお邪魔させていただこうかなというふうに思います。この辺なんかはやっぱりね人気があって、今年めちゃめちゃ多かったみたいなね、お客さんがね、なんかあのスノーピークのキャンプ場もいっぱいあったということで、あの辺と合わさってですね、うまいこと考えたね、スノーピークとあの辺もね、あの辺でお客さん、県外からのお客さんを集めて、それで日中暇な時に乗ってもらうと、ええこと考えたやん、あれね。また来年もあれバズるぜ、タツクシあたり。ぜひ皆さん、タツクシが今熱いですよ、僕の中では。はい。ぜひぜひ、あっちまで足を運んでね、運びがいがあるんじゃないでしょうか。沖縄なんか行くよりね、タツクシ行った方がいいですよ、本当に。ねえ。本当に都会から、東京から一番離れている観光地なんじゃないって僕思うんですけど、飛行機乗っても相当かかるでしょ、あれ車で来たら丸半日ぐらいほんまウルルン滞在期だって、本当に本当の意味で本当に。なのであの辰巳暑いですので、皆さんねぜひとも足を運んでもらったらいいのかなとね。スノーピークで宿泊するもよし、カシニシキャンプ場の無料キャンプ場で宿泊するもよし、この辺で車止めて泊まってもいいと思いますよ誰ちゃん文句言わんと思いますので、はい、ぜひとも、まあこんなこと言うと怒られるんでまあここはよく分かりませんけども、僕もちろん前の方の道やったらね止めて宿泊してもらっても構いませんのでね、どしどしこっちの方へ人がね遊びに来てくれたら嬉しいなと思うわけですよ、はい、そんなんでですね、ぐるりまた帰ってきたね、今フィルムオーラーないんでね動画編集してるんですけど、たまにはダヴィンチリゾルブに戻ってですね、編集してもいいのかなと思いつつ、これ今日のやつはダヴィンチリゾルブでやってみようかな。まあ簡単な動画編集なんでね、ダヴィンチでもどっちでもいいんだけど、あのフィルムオーラー9はね結構あの簡単に動画編集ができますぜみたいな感じでね、あの動画撮り始めて編集簡単にやりたいって人がこうやるわけなんですけども、意外にね落とし穴があって、なんかね動画あの別撮りするじゃない、例えば動画撮って音声は別撮りみたいな、で動画の音声と別撮りの音声をこうやって合わせるときにね、フィルムオーラー9すっごい合わせにいくんですよ。あそこなんとか改善できないかなと思いつつ、あのフィルムオーラープロっていうもう一つ上の段階のもう少し高品質な動画を作るとかですね、高レベルな動画を作るっていうときにフィルムオーラープロ、まあ、別物みたいな感じなんでらしいんですけども、フィルムオーラープロだったらその音声を同期させるような機能もついてるので、そっちでもいいのかなという感じなんですけどもね、うん、フィルムオーラープロを買い切りで使ってもいいのかなという感じもするんですけど、まあ、その辺ねやっぱりあのダヴィンチリゾルブやったら結構合わせるのにすごく合わせやすいんで、ダヴィンチリゾルブに今自動同期あるにはあるんですけど、タイムコードで合わせたりとかすることもできるんでしょうけど、GoPro ってなかなかタイム、GoPro ってだいぶタイムコード取れたっけな、なんかタイムコードで成功したことがないんですけどもね、まあ、手で合わせるんですけど、手で合わすがもうすごくやりやすかったりするんで、この辺がこうね使い分けしつつ、散歩動画とか別撮りで撮るときはダヴィンチでとやって、で何カメラ1台で撮るような Vlog のときはリモーラで撮ってっていうような使い分けしてもいいかなと思うんですけどね。あ、ここから来た来た、あら、こんにちは、よいしょバイバイ、ね、怒られた、俺の前を歩くんじゃねえって思ってそうなんでね、まあダヴィンチも良さがあるんでダヴィンチもいいですけどね、僕の動画見てる中でダヴィンチリゾルブとかフィルムオーラー9とか使ってる人がどんだけいるかなんですけどもねダヴィンチすごいやりやすいですね、動画のねその色付けですか、色付けカラーリング、あれがすごいやりやすくてね、やっぱり動画カラーリングの
まあ最初カラーリングから始まったソフトというかですね、なのでその辺すごい使いやすくできてるね、やっぱりね、うん、あとねダヴィンチのいいところってキーボードで何でもできるんですよね。動画を止める、そして、動画を再生、順再生する、だから逆再生する、全部ねキーボードでできるんですよ。ほんでトリムカットってね、動画の端々にこう端っこと端っこ切るんですよ。でカメラこう撮るでしょ、パチッと撮ってこうやってやるときにこうちょっとブレるわけですね。で動画はい終わって動画のオフするときにもちょっとブレるんですよ。ブレを切るわけですね、動画のクリップの端っこと端っこね。これをどうするかっていうと、キーボードで動画の端っこに、上のボタンで動画の端っこに飛んじゃって、で JKL の L で再生させちゃって、で A ところに来たら K で止めるんですよ、パンって。で CT コントロールボタンと、なんだっけな、シフトボタンかな、コントロールシフトと鍵括弧でこっち側をトリムできるんですよね。でまた下のボタンを押してこっち側に飛んで、で今度は JKL の J を押すと逆再生するんですよ。でじゃあ逆再生したところで A ところで K で止めて、またコントロールとシフトを押して鍵括弧でこっち側切れるんですよ。その作業がめちゃめちゃ神なんですよね。まあ、パン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 できるんですよ。でこれフィモラ9とかになりますと、その JKL がないんで、マウスでその切るとこまで持っていってね、動画の端っこまで持っていけますけど、キーボードで、キーボードでね、上のボタンを押せば切れますけど、結局スペースで再生して、で切りたいところをスペースで止めて、それでカットして右クリックで、その動画をカットして、でそのこっちのカットしたところを右クリックして削除するみたいな、もう死にそうになるんですよね。ほんでお尻を切るときがまためんどくさくって、お尻まで飛ぶでしょ。ほんで逆再生がないんですよ。だからお尻まで飛んだところをマウスでそのギュ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 って戻しちゃって、ほんで動画を切ってそこで削除する、戻す作業がすっごい大変なのね。マウスではやりにくいんですよね。そこはキーボードでできたらひもらないか見るんですけどもね。え、まあ、動画編集してる人じゃないとなかなかわからないようなことなんでしょうけども、はいね。え、あ、そんなんで、ネタがなんか一気に話して一気にネタが止まるみたいな、ふうみたいな、ちょっと息をつくような間が空きますけども、だけど結構涼しくなったね。話に戻しますけど、日中暑いなと思ったんですけど、こう日差しを背にしてですね、向こう向いて歩くとですね、まあ全然汗かかんずくに歩けるなと思って、肌で季節の変わり目をね感じているわけですね。いや、この前キャンプ動画撮ってね、鍋焦がしたね、動画があってね、職場の人見てもらってですね、何人かの方が、あいさん、鍋どうなったんですか、焦げた鍋取れたんですかすごい心配してくれてですねまあ大丈夫なんですけども、やっぱりあれはね、クッカーっていうのはやっぱりキャンプ用のクッカーっていうのはやっぱりできるだけ重さを軽くするっていうことで、薄いんですよね、やっぱりね、薄くて、なんかやっぱり、なんかその緊急事態というか、なんていうかな、あれ、まあ、携帯性を取ってるんで、やっぱりね、いまいち使いにくかったりもするんですよ、実際のところね、軽いっていうのをメインにやってるからね。だから鉄の鍋持って行ってもいいかなと思って、肉焼くときは鉄鍋、あれいいんじゃない、鉄の鍋でジュジュ焼く、うん、親子丼作るとかね、いうのもありかなと。まあ車で行ってね、車でやるようなキャンプはね、まあ別に重いものを持って行ってもいいわけですよ、言うたらね。なので、鍋、ちょっと肉焼く用の鍋っていうのを、やってもいいかな。家にね、鉄製のフライパンがあるんですよ。鉄製の、それ引っ張り出してきて、そ
それ持ってて焼肉焼いてもいいかなって感じがしてますね。意外にあの四万十川の、ニュータのね、四万十川キャンプ場が結構居心地良かったんで、また行って米炊いて、米炊くのは慣れたんで、米炊いて今度は鉄の鍋で肉を焼くリベンジね、やってみてもいいかなっていう感じはしております。はい、なので今日これから帰ってその ND フィルターの、ね、開封動画も作って、肉焼く焼いてね、それしよっかな。うん、薪でやろうかな、どうかな、薪ね、薪でやろうかな。あ、薪にするならあれがいるか、焚き火台みたいなのがいるか。あ、こ芝生やったもんな。あ、炭があるね。炭と薪をミックスして焼肉いいかもね。うん、焚き火台欲しいな。あのスノーピークで見せてもらったあの焚き火台、一番小さいやつ、あれちょうどいいサイズだったんで、あれにしよっかな。あれと100均のね、あれ持っていって焼こうかな。あ、けどなスノーピーク遠いからな。なあ、ちょっと考えます。あっち行ってどっか泊まって、そこで火つけて近くで肉を買って、うん、それもいいね。スノーピーク寄りつつの焼肉、それもいいね。あ、グラスボート乗ろうかな。なあ、それもいいかもしれんね。今日あたり海は綺麗なんじゃない。あ、そうしよっか、夕方あたりに乗りに行こう。決めた、そうします。そんなわけで今日はこの辺で、お疲れ様でした。またの機会にお会いいたしましょう。ほいたらねー。